はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回は Amazon からやってきた Amazon ゲーミングウィークというゲーミングデバイスが安くなるセールがやってきましたので、そちらをねご紹介していきたいと思います。で、こちらの開催期間に関しては9月5日の月曜日から9月18日の日曜日まで開催されておりますので、まあ、比較的ね開催期間は長いかなと思います。で、どういう商品が安くなっているかっていうと、 PC だったりモニター、マウス、キーボード、あとは飲食類だったりその他関連のデバイスも安くなっておりますので、まあ、結構ね安くなっている商品の幅は広いのかなっていう感じですね。で、今回はですねめちゃくちゃ安くなっている商品もありましたので、そちらを合わせてねご紹介していきたいと思います。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまずはじめにこちらの Amazon チャージについて紹介していきたいと思います。こちらはですねプライム会員だったらクレジットカードで Amazon ギフト券をチャージするとポイントが貯まるというサービスになっております。 Amazon ゲーミングウィークでね商品を購入する方はぜひこちらを使ってですねポイント少額なんですけれども受け取るとね少しはお得になりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。概要欄にねキャンペーンのリンクを貼っておきます。はい、ということで早速セール商品見ていきたいと思います。まず一つ目はこちら E ライトのモニターライトでございます。普通のモニターライトだったら暖色、寒色、明るさだけの調節なんですけれども、こちらは RGB でライトを調節することができます。はい、見てみるとこんな感じですね、まあ、かなりゲーミング感満載のモニターライトになっております。まあ、その秘密はですね背面がこんな感じで光るんですよね。まあ、なのでモニターの裏側にね LED テープとかつける方多いと思うんですけれども、まあ、そういったことをしなくてもゲーミング感っていうものを演出することができます。で、 E ライトに関しては Xiaomi の子会社みたいな感じですので、モニターライトとしてのね完成度っていうのも非常に高いと思います。15,800円が9,970円の 37% オフで購入することができます。これかなり安くなってるのでね、モニターライト気になってた方はぜひチェックしてみてください。はい、次 Xiaomi のモニターライト自体も安くなっております。これは以前僕が使っていたものですね。9800円が 8% オフの8,980円で購入することができます。まあ、一応 AliExpress とかで買えるんですけれども、最近ね円安の影響であんまり Amazon で購入しても大差ないかなと思いますので、1ヶ月ほどね配送が遅れることを考えれば Amazon でね購入するのも悪くない手だと思いますので、よかったらねこちらもチェックしてみてください。はい、次。はい、これねめちゃくちゃ安くなっております。 Shure の MV7 と、はい、SE215 というイヤホンがセットになった商品ですね。まずですねこの MV7 というものは僕も今録音で使っているんですけれども、もともとが3万円ぐらいします。で、そこにイヤホン1万円ぐらいのイヤホンなんですけれども、それが無料でついてくるということでめちゃくちゃ安いセットとなっております。マイクを買ったらタダでイヤホンがついてくるっていう感じですね。で、 SE215 っていうイヤホンもゲームで使えるぐらい非常に精度が高いですし、モニターヘッドホンなのでかなり原音に近い音っていうものを出してくれます。僕もこれ使ってるんですけれども、めちゃくちゃね愛用している有線イヤホンです。イヤホンタイプの方は 39,338円が 31,002円、ヘッドホンの方は 29,722円で購入することができます。これめちゃくちゃお買い得なのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、次、ハイパー X のリストレストも安くなっております。ハイパー X のリストレストはなんといってもねこんな感じでクールジェルがついていますので、手首を置いた時にすごく冷たくて気持ちいいんですよね。いつもが2300円なんですけれども、2180円で購入することができます。まあ、ちなみにねこのサイズに関しても選ぶことができますので、好みのサイズね皆さん選んでみてください。はい、次、エルゴトロンのねモニターアームも安くなっております。19,800円が 14,980 円で購入することができます。まあ、いつものねタイムセールほど安くなっているっていうわけではないんですけれども、まあ、タイムセールと比べても1000円以下ぐらいしか変わりませんので、まあ、今ねモニターアーム欲しかった人はぜひこちらチェックしてみてください。はい、次、はい、こちらはですね僕が愛用しているものなんですけれども、こんな感じでねポールがあればそこにね途中でモニターアームを取り付けれるというものですね。3299円が 20% オフのクーポン使用することができます。まあ、新しくねモニター設置したい方はぜひこちら購入してみてください。ちなみにですねこんな感じで後からクランプできるタイプですので、これを取り付けるためにね1回全て分解しないといけないとかそういうことは全くありません。これすごく便利なのでおすすめです。はい、次、レーザーのブラックウィドウ V3 も安くなっております。ピンク色のものですね。17255円が14800円で購入することができます。いつもが16000円ぐらいまでしか落ちてませんでしたので、こちらは最安値ですね。レーザーのねピンク色のキーボード気になってた方はぜひチェックしてみてください。はい、次、ロジクールの G733 というゲーミングヘッドセットも安くなっております。19360円が17600円でさらに 10% オフのクーポンを使用することができます。 G733 に関しては僕もねゲームで普段使っていて、めちゃくちゃね軽くて使いやすいですし、音の方向性も 7.1 チャンネルで分かりやすいのですごくおすすめです。普通のね黒タイプだったら200
200円オフのクーポンなんですけれども、こちらのね白タイプのコラボ商品に関しては 10% オフのクーポン使用できますので、まあ、白が欲しかった人とか安く購入したかった人にはおすすめです。はい、次、お次こちらは廉価グレードのものなんですけれども、 G535 というゲーミングヘッドセットですね。何が違うのかっていうと、まず前側が光らないっていうところと、音響が 2.1 チャンネルなのでステレオのものになっています。まあ、FPS とかする方はね、あのどこから敵の足音が聞こえるっていうのがすごく大事だと思いますので、まあ、あんまりおすすめはできないかなという感じなんですけれども、それ以外の RPG とかそんなにね音声が大事じゃないゲームをする方に関してはすごくいいヘッドセットだと思います。 15,950円が 14,500円で 10% オフのクーポンを使用することができます。はい、次、はい、こちらはですねコルセアの K70 というゲーミングキーボードですね。普段が 19,280円なんですけれども、 11% 引きの 17,127円で、そこからさらにポイントが 4,626 ポイントついてきて、さらに 16% オフのクーポンまで使用することができます。全部合わせると実質1万円ぐらいで購入できるということで、めちゃくちゃいいです。でさらにこのキーボードは10キーレスで使いやすいですし、キースイッチに関してもチェリー MX の銀軸が採用されておりますので、本当にね安くていいキーボードなんですよね。で接続に関してもしっかりとタイプ C ですので、デスク周りでもね活躍できると思います。キーボードね欲しかった人はぜひこちらチェックしてみてください。はい、次、はい、こちらはですね僕がね購入したばかりの DDR4 のメモリが安くなっております。 19,780円が 13,980円で購入することができます。これは 16GB の2枚なので合わせると 32GB ですね。 32GB のね DDR4 で 13,000円ぐらいだったら、まあ、結構ね買いやすいと思いますので、よかったらねこちらチェックしてみてください。はい、次、スティールシリーズのゲーミングキーボードApex Pro Mini ワイヤレスが安くなっております。しっかりと US 配列のものですね。こちら適用しちゃったんですけれども 5% オフのクーポンを使用することができます。最近ね発売されたばかりの超高級ゲーミングキーボードで、かなり小さいサイズなんですけれども、ワイヤレスで使用することができて、なおかつアクチュエーションポイントっていうのをミリ単位で変更することができます。これによってどれだけキーを押したかによって反応するっていうことを自分でねコントロールすることができます。なので普段ねしっかりとキーを押している方は深めに設定して、すぐに反応したいんだっていう人は浅めに設定するとね、キースイッチが素早く反応してゲームのね速度とかにも影響してきますので、スピード感のある FPS とかやられている方はすごくおすすめです。まあ、これはですねゲーミングキーボード界隈の中でも王様というキーボードですので、ぜひね1台持っておきたいものになっております。はい、次、同じくスティールシリーズのゲーミングマウスも安くなっております。 13,180円が 11,473円で 13% オフのクーポン使用することができます。でさらにですねここから 2779 ポイントとそこからさらに 15% オフのクーポンまで使用できるので、もうこれ一体いくらなんだっていう話ですね。軽いゲーミングマウスで無線のもの欲しかった人はぜひこちらチェックしてみてください。しっかりとね USB もタイプ C です。いいですね。はい、次、エイサーのゲーミングモニターも安くなっております。 19,800円が 14,980円で購入することができます。 75Hz のフル HD ですので、どちらかというとまあスイッチとかでねゲームする方におすすめかなと思います。まあスプラトゥーンとかもね新しく発売されると思いますので、まあ、そちらにね合わせて1台購入しておくといいと思います。はい、次、はい、フィリップのフューも安くなっております。 LED のバーライトですね。こちらをモニターの横とかに取り付けると、はい、こんな感じでディスプレイと連動させて RGB のライトを光らせることができます。このねディスプレイとシンクロさせれるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。まあ、雰囲気も出ますし、なおかつおしゃれということで、こちらはねもうぜひ1台持っておきたいものになっております。まあ、個人的にねこれめちゃくちゃ気になってるので、まあ、個人的にはね最近一番気になっているガジェットと言っても過言ではないので、これね今買おうか迷っております。はい、次、はい、今回のね一番目玉の商品と言っては過言ではないゲーミングインゼリーが安くなっております。普段だったら1482円なんですけれども、定期お得便使用すると899円で購入することができます。 150g のね6個入りが899円ですので、これねかなり安いんじゃないかなという感じですね。まあ、ゲーミングインゼリーというぐらいですので、まあ、飲んだらね、まあ、ゲームでめちゃくちゃ強くなって、まあ、プロゲーマーになれるものになっております。まあ、899円の投資でですね、まあ、年収1000万円のゲーミングプレイヤーになれると思えばすごく安い投資ですね。はい、次、インバーのプロテインも安くなっております。こちらはですねもうゲーミングとか関係ないんですけれども、アーモンドチョコレートということで、もう外れない商品
商品だろうと思って購入しちゃいました。もしかしたらね、このインゼリーとプロテインに関してはなくなるかもしれませんね。14本入りが1箱で2043円が1699円で購入することができます。これ飲んでね、皆さんもプロテイン普及しましょう。はい、次。あ、ちなみにですね、こんな感じでベイクドチョコレートだったり、あとはココアウェハースだったり、あとザクザクのグラノーラなんかも発売されております。よかったらね、気になったものをチェックしてみてください。はい、次。はい、ロジクールから出ているブルーのマイクアーム、安くなっております。15,400 円が14,000円で、さらにそこから 10% オフのクーポンを使用することができます。誰もが認めたね、高級マイクアームですので、まあ、これを機にですね、マイクアーム1台新しいの新調したい方にはおすすめできる商品となっております。気になってた方はぜひ購入してみてください。はい、次。はい、こちらはですね、アイリスプラザのデスク用の天板なんですけれども、これがね、あと1点になっております。横幅が 140cm で、天板自体はナチュラルのカラーになっております。奥行きは 70cm で、天板の厚みも 2.5cm ありますので、かなりね、使いやすいと思います。新しいね、デスク天板欲しかった人はぜひこちらね、チェックしてみてください。はい、次。あ、同じくですね、 120cm のダークブラウンも販売されております。5877円ですね。はい、次。はい、キングストンのね、マイクロ SD カードも安くなっております。 128GB が1900円が1599円で、さらに 5% オフのクーポンを使用することができます。まあ、スイッチとかね、持っている方、データが足りなくなったよっていう方はぜひこちら購入してみてください。はい、次。はい、こちらがですね、めちゃくちゃ愛用している商品になっておりまして、エレコムのクリーニングクロスですね。これ何がいいかっていうと、こんな感じでね、スマホの画面とかをめちゃくちゃピカピカにできるんですよ。で、何回も使用することができますので、これさえ持っていれば画面がね、常にピカピカの状態を保てるということで、 iPad だったりスイッチだったり、あとはディスプレイなんかにもね、使用することができますので、まあ、これはね、一家に1枚、いや5枚ぐらい持っておくべきだと思います。これはね、まあ、絶対購入してください。はい、次。はい、これがね、最後ですね、ダンボールカッターのゲーミングダンちゃんでございます。まあ、一般的なね、ダンちゃんなんですけれども、ゲーミング特集ということで、ゲーミングダンちゃんを紹介しておきたいと思います。こんな感じでですね、黄色の持ち手になっておりまして、すごくね、ゲーミング感あると思います。これ1個持っておくだけでですね、家のダンボールはですね、スーッと切れるようになりまして、たまりにたまったダンボールをですね、一気に片付けることができます。これに関しては一家に1台、いや一家に10台は必要になってくるかなっていう商品ですので、まだ持ってない方はですね、これを逃さずに絶対に購入してください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は Amazon ゲーミングウィークで安くなっているおすすめ商品と安くなっている商品を紹介していきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでね、この Amazon ゲーミングウィーク、実は夜中に来まして、まあ、今深夜の2時に撮影しているので、滑舌とかね、回らなくてね、聞きにくかったと思うんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございました。僕のチャンネルではですね、こんな感じで Amazon セールの時におすすめ商品とか安くなっている商品を紹介していたり、あとは普段の動画ではデスク周りに関したデバイスを紹介しておりますので、よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、こんな感じのデバイスのレビュー見たいよとか、 Amazon ゲーミングウィークではこういう商品買いましたみたいなことがありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。もうマジでコメント嬉しいのでお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。